はい、田中です。今回は差し金を使って正三角形から正八角形を描く方法をご紹介します。差し金術ですので角度を測る分度器などは使いません。差し金1本だけで多角形を描いていきます。動画内容は基本となる正三角形の描き方に始まり、五角形から八角形までを紹介します。真四角の正方形については説明は不要と判断しましたので省かせていただきます。多角形を描く方法はいくつかありますが、そのうちの陽気画法を使っていきます。陽気画法とは和山から編み出された技法で、分回しといわれるコンパスと定規を用いて平面上に図形を描くことの名称です。この理屈により差し金だけで平面上に描くことができます。それでは本題に入りましょう。まずは基本の正三角形から描きます。最初に三角形の底辺を描きます。続いて底辺の中心を取ります。底辺の中心から垂直な線を引きます。底辺と同じ長さを底辺の端から垂直線に向かって交わる点を取っていきます。そしてこの交点をそれぞれつなげば正三角形の出来上がりです。これは小学校の時にコンパスで2方向から底辺と同じ長さを取った理屈と同じものです。このコンパスの長さの取り方が陽気画法の基本となります。では本格的に正五角形から描いていきます。まず中心となる垂直線を引きます。これを5等分します。垂直線に対し正三角形を描きたいので横向きの中心線を描きます。0から5までの長さ、この場合15センチを横向きの線に交点を取り正三角形を描きます。説明のために三角形の頂点をアルファとします。5等分した垂直線の2と三角形の頂点アルファをつないだ線を引きます。5等分した垂直線の半分の長さ、この場合 7.5 センチを中心点から取り、これを0の点と結びます。今できた線の交点を仮に A 点、B 点とします。次に点 α と4を結びます。この線にも中心から垂直線の半分の長さを取り、交点を B と結びます。今できた点を C とします。 C 点、B 点を左右対称になるよう水平移動をします。長さ半分を取り交点を結べば正五角形の出来上がりです。お分かりだと思いますが、垂直線0から5の長さの半分というのは0から5までの半径を差し金で取っていたことになります。そして0から1までの長さに対して辺 AB の長さは1対3となります。以上が正五角形の描き方となります。
それでは六角形の説明に入ります。前回と同様に垂直線を書き、今度はこれを6等分します。同じく横向きに正三角形を書きます。頂点アルファとします。2とアルファ、4とアルファの交点を結びます。0から6までの半径、この場合は9センチを中心点から先ほど結んだ線につけていきます。これをつないでいくと六角形の半分が描けます。あとは C 点 B 点を水平移動して半径を取り、それぞれの交点をつなげてやれば正六角形の出来上がりです。等分した線と AB の辺の比はこれも1対3となります。ちなみに三角形の頂点を1、3、5とつなぎ、半径を取っても同じく正六角形ができます。多角形の知識は寺社仏閣の建築に携わる方ならともかく、趣味的な要素が強く実践でほぼ使うことがありません。ですが差し金術の奥深さ、古来の人々の知恵を皆様に知っていただきたいと思い動画にしてみました。この画像は六角堂と言われる建物です。正七角形の説明に入ります。同じく垂直線を書き、これを7等分します。正三角形を書きます。2とアルファ、4とアルファ、6とアルファと線を結びます。0から7の半径を取り、交点を結びます。あとは左右対称になるように交点を水平移動すれば正七角形の出来上がりです。辺の比はこちらも1対3となっております。ここまでの説明でご理解いただけたと思いますので、最後の章正八角形はかなり省いてご説明させていただきます。垂直線を8等分して正三角形を書きます。2とアルファ、4とアルファ、6とアルファと線を結びます。同じく等分線の半径を取っていき結んでいきます。あとは左右対称になるように写して正八角形の完成です。八角形の場合ももちろん等分線と辺の比は1対3となります。先ほども申し上げましたが、多角形を書く葉記画法を知識として覚えていただけると嬉しいです。最後にこの動画が役に立ったという方はチャンネル登録と評価ボタン、コメントをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。